はい、青春文筋、今回は前回紹介した粉物駄菓子屋の常川さんのところで20円のくじ引きをやってきたので、そちらの動画をご覧ください。これなんだろう、これお猿さんゲームって何、これくじ、これはこっちはこっちもくじ、はい、じゃあちょっと食べたらこれもやっていくわ。懐かしい、うん、いや待ってる間にやるわ。1回いくらこれ、1回20円。じゃあ俺上2つと下2つやるわ。またつけといておばあちゃん、うん、じゃあこれ上から取ってるね、一応。いやそうは言ってもこういう綺麗に取られてると俺結構気になるタイプだ。上から2つもらって、このお猿さんもじゃあどっか真ん中2つ、よし、これ取っておいて、よいしょ。これ当たると何、あ、こう金券が当たる。あ、そうなの、うん、あ、外れだ。外れは何もないね、これじゃあ。切手1枚。切手1枚あ、切手1枚もらえるのこれ。買い取るやろ、切手。え、これこれ、こっちは違う、こっち。なるほど。1回いくらってこれ。1回20円。あ、20円がうまくいけば100円になると。あ、これだ、あれだ、切手ついてるの、こう。あ、そうやね。こっちは切手がついてるんだ。手が、あ、昔のね、これが揃ったら、うん、そうそうそう、あ、これが3つ揃えばまたなんかもう、あ、こっちから開けなきゃいけなかったね、うまみ的には。分かった分かった、それをこうにして、手は昔の手だ。これが、ここでカブトムシが来て、これカブトムシが来て、あ、ここでこれ来ちゃう。あ、残念。あ、残念。これこっちからだったパターンだね。はい。そう、そんな感じか。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。また、おすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。